当たった、後ろに下がったら、コインに当たっちゃう。空に当たってしまう。空に当たってラン取っていくのは、大天使ヒナリエルさんの、ミスズチ。寒い。ロツアーに当たらない。ジャグ。ジャンク当たらない。ジャンクを、ジャンチュー。おっと、これは美味しい。なあ、立ち上がる。あの家は銃弾だから、スカスカ弾にはビー使おう。中下を迫るとなると、屈辱だと、ダメよと。あーと、9体で取っていって、これはまだ死なないけど、死んだな。逃げるかな？あと、受け身取ってしまった。あー、でも、カムだった。あー、屈辱刺さってしまった。勝ったのは、東。師匠のように何かこうかっこいい勝ち方をしてくれればいいんですけどね。ゲージがあと2本あったから。はい。じゃあ、ひなしーの IP アドレス待ちです。124.219.151.224 10,800。イースオリジンのね、とあるボス戦の曲なんですけれども、一回しか使われないんだよな、この BGM。もったいないな、せっかくいい曲なのに。入ってきたな、ちょっと爆発を置いときますね、三の海を。ちょっと野暮用してます。実況ちょっと、ごめんなさい、できませんが、野暮用します。終了してまいりました。ラウンドっていうのは日川さんですね。あーっと下段刺さる。あー、衝撃剣入れ込んでしまった。ドロリ絞ってさあ見えるかな。見えたが、その後のホバーからの攻撃だとしまう。もう一回ドロリ絞って剣士溜めて当たっちまった。深読みしすぎてしまった。ピンチ当たらない。ですよ、おじめバークマス。おー、すごい。ちゃんと裏ガードしてますね。ダーチ強ヒット確認からの、トッとキックから画面端。これは、手痛いミスをしてしまった。いいのね。したかったけど、できなかった。電柱。鉄強に対して爆発から、画面端。ジャンチュー、から鉄柱、ダーチ強からのカードキャプター、ヴァンパイア。いいのね。様子見た。アッパーを警戒したか、ちょっとわかりませんが。爆発、ガードする。ドロリを潰しましたね、今の爆発で。さあ、高速中断。勝ったのは東。はい。2勝かな？はい。
幸にも。不幸にも。不幸にも、空に当たって不幸に当たる。相手来たのはハエルーさんの長守り。なるほど。おーっと、ジャンプ力が強い。ジャグジャグ中強、画面端。うわー、昇竜拳を2着で潰して、ジャグ中強から、ジャン強、ジャン強、ジャン中、ジャン強から、ジャグ中強を、緊急立ち上が、あ、立ち上が立ち中か。ジャン強、ジャン強、立ち上がってしまう。あー、スリーコンボゲーでした。はい、ラウンド取っていったのは、大天使ひなりえさんの、ミスチン。ランス、活躍、ランスがくっつけるキックパして、スマッシュはガードする。さあ、これもガードするが、その後の中段は見えなかった。ダッシュ強、ジャン強、ジャン中、ジャン強から、タッチ強、ジャン強、ジャンプジャック受け身狩り、オキシ攻めは、ポルテからスロー、前中は屈辱割り込んでいたが、その後の前中当たってしまって、ガメ足、中中強から、ガメ足、ジャック中強、ジャンプジャック、ポルテ、前中、昇竜拳、リゴ取って、ジャクジャクジャクと切り返していって、画面端方やつ見られたが、ここで当たってしまった。青い石入ってくる、ジャンク強からうまく繋いでいって、ジャク中強から、タッチャタッチ、ジャクジャク中強、ジャンプジャク受け身狩り、大きい攻めは、口が当たってしまう。あーと、補正をゴリゴリ削っていって、ジャクジャク、スローを、ダッシュ、スマッシュは、ジャンプしていた。口から割り込んでいって、で昇竜拳ガードする。さあどちらもワンコンボ、ワンコンボでいけるって言おうと思ったらワンコンボでいっちゃいましたね。ハヤルさんの長森がラウンド取り返して最終ラウンドでございます。互いにゲージは5分。ジャクジャクジャク当たって口強からつばす、すんつばさですね。で遠心力貯める。ダッシュ口中から昇竜拳怪しい。しかし青くなかったがスローからアッパーで割り込んでいく。これは美味しい。スロー。さあ今日の軍配はどちらに上がるのか。わーっとリゴ取ってる。ジャンキョー当たってしまって昇竜拳から美味しい。ジャンキョージャンジャク中強、ジャンジャク強かから印象貯めて屈辱で割り込んでいく。中まではね、起き上がりが早いので、起き上がりが早いので、あんな感じで、天使、溜めてるときに、起き上がれることができますね。これは死んだくせえな。まだ死んでね、いや、死んだ、どうだ。まだ生きてるっぽいか。まだ生きてるっぽいな。あ、すげえ。やったか。あ、まだ生きてる。すげえな。しかし、カエルさん、絶対絶命。何か当たると死ぬ。お、クラッシュ取った。スマッシュ。あーレフの空で勝ったのはひなっしー。今日は今日もか軍配はひなっしーに上がりましたといったところで枠移動です。よいしょ。1万800。はい、先ほどの枠に引き続きましてオンラインゲームセンターエターナルファイターゼロの配信を行います。ただいまひなっしーさんが、どうもです。ひなっしーさんが3勝と。おっと、嫁がやられたので旦那が来た。ワンピー側が大天使ひなりえるさんのミスウチに対するツーピー側が新ダッシュさんのしおりですね。ハンドマン。ジャクジャク、円柱。あとビームと空が相打ちになる。ビーム、円柱。旦那帰宅直後だったりしそう。笑。立ち当たってしまったが、ストール。あっとっとっとって感じですかね。ダッシュ強、ダッシュ強。あれダッシュ強でいいんだよね。ダッシュくつくわけ。どうしたっけ。ダッシュ強でいいよね。ビーム、頭上。ああ不幸に当たってしまった。中強から弱中強から緊中立ち強から、翼 IC でゴリゴリ体力を奪っていく。弱中強ダウン取れるのはダッシュクッチョー。あ、ダッシュクッチョーか。あれ、ダッシュクッチョーか。ごめんなさい、なんかダッシュ強のイメージがありました、ね、
5年違うダッシュ強だ。ダッシュ強だよね。ダッシュ靴強って普通に靴強をなんかこう、スライドしながらやるんじゃないの？わかんないけど。スライディング気味に靴強を振るのがダッシュ靴強だと思うんだけど。まあ、いい靴強はスライディングみたいな靴強だね。そうだよね。ダッシュ、あー、第一。記憶が、いろいろとこんがらがってしまいました。さあこれ青ゲージが溜まったので入っていく。あーと落としてしまった。ちょっともったいないか。ビームから頭上ビーム。さあ一段のビームが当たってしまったが、とりあえず画面の下に見ることができた。あー何か RF の何かを潰した。 RF 翼時間中残響から残響当たらないが炎症1個溜めてお店になる。あーっと当たってしまう。相打ち相打ち。あー意地のミス、意地の張り合い。ダッシュダッシュダッシュと立ち今日。あー緊張当たってしまって、ちょっと雪だるまが邪魔をしたくさいな。ビームビーム相打ち当てて残響当たってしまうが靴下は届かない。ダッシュから頭上ビーム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 。あーっとあー若干最後ぐちゃぐちゃになりましたが、勝ったのは大天使のリエさん。さあ連勝を築いています。連勝の喜びを知りやがって。お前許さんぞ、連勝の喜びを知りやがって。自分たちばっかし、俺がさせるよ。なんか最近あの人いろんなところで目撃されてるらしくて、動画がちょいちょい上がってて、もうね、今や時の人ですね、あの人ね。いやー、またなんかいろいろと名言を残してみたいで、英語も流暢に話せるみたいでね。もうね、今目が離せない有名人の一人ですね。生の横で知り合ったおじさん。ウェイケンとガメケンとは何だろう。なんだろう。ウェイケンのゲームセンターなんだろう。非常にね、いろいろと動画。何の話をしてるか分かんない方はニコニコ動画の装飾品が高級品だったりとネタ好きない。何のこと言ってるか分かんない人はニコニコ動画のランキングのですね、一番右側の項目の、ところをこう見てると幸せになれるらしいですね。もう幸せになれるかどうかは知りませんが、何のこと言ってるかは分かると思います。さあ投げて、こちらからなってしまった。さあ青ゲージ使ってくる。中中強から緊張ダンチダンチダンチと、いいね、あー立ち上げて切り返していく。ドローに絞って一番汚いゾーン。あー昇竜ジャンプ中強、金中ジャンプ中強から金中ジャンプジャック当たらない。ガードしてジャンプ中リグ取って、うわー突っ込んでったら空が来た。兄に勧めてはいけない戒め。戒め。いやーあーバーで切り返して勝ったのは大天使シナリエルさん。邪神様には触れさせません。最近あの人見ないな。赤邪神様じゃなく蛇神様な。邪神変換ミスな。変換ミスな。最近見たいけど、雑誌様。はい。シミダスさん、リベンジなるか。生の喜びを知りやがって。お前、許さんぞ。生の喜びを知りやがって。自分たちばっかし。俺にもさせる。いやもうね、もうよくわかんないさの人。
よくわからないです。完全に笑ってはいけない、なんか電車の中みたいになってますよね、あれ。肩当たってしまう。投げて、よいしょ。特性が切れる形になった。じゃんきょう。投げて。今なら喋らなくても笑う自信ある。ほんまやで。もういるだけで笑っちゃうよな。繰り返し、邪魔するぜ。どうも、邪魔してってください。いやあの人がね、すごい筋肉もりもりなんですよね。あの脇が締まってないんですよ、あまりにな筋肉の量にね。脇が締まってないのかね。あれで仁王立ちされてね、その電車するなら帰って、じゃあす、電車が来て、その電車のドアが開いて入ったところにあの人がいたら絶対俺笑う自信あります。もういるだけで笑っちゃう自信あります。勝てない、振りないやつか、あの人には。91ぐらいの振り台がつきますね。存在が笑えるもんな。あ、投げた、素晴らしい。あーっと、アリフの強さ当たらない。もうあの動画、あの動画以来、もうあの人を見かけるとみんなが携帯で録画するようになったんですよ。そんな感じです。もうあっちこっちで、おっと、残響立ち上げです。まあ残響発生しなかった気がする。いや、普通に当たんなかったか。わかりませんが、立ち上げが強かった。お、よく合わせた。あ、口だけ割り込んで。中京から、ダッシュ。中京、お水止め。根元かな？根元だったっぽいですね。フラッシュは立っている。さあ、しおりが、これ青ゲージを使えば倒すことができそうだ。勝った？勝った。変なもん当たると死んでしまうぞ、ひなし。監視妄想が現実のものになった喜びおじさん。いやいやいや。さあ、見事取ってる。コバはジャンプで倒してる。あーっと動いてしまっていたが、これはくつきょうで、あーラウンド取り返しましたね。中京から、最終ラウンド、じゃんきょうリード取っている。その後頭上、寒いのは食らってしまった。 IC 使いませんでしたね。まあ使ってもね、ちょっとあまり旨味が感じられないので使わないで残しておきましたね。投げに行きたかったか、割り込まれてしまう。座標2択見えない。じゃあ中京から、これは翼は美味しいから屈強をドロリ絞って演技賞を貯めて、演技賞を貯めて立ち上げ、立ち中屈強からドロリ絞って RF の翼で網に当てて、さっき俺二択にならないイケメン取ってしまったから、アッパーかっこいい勝ち方。勝ったのはひなっしー。さあ連勝が止まりません。よいしょ。だから連勝の喜びを知りやがって。お前許さんぞ。連勝の喜びを知りやがって。行くぜ、3の2組。さあ退院して UZ の喜びをかみしめている。これは鹿児島、鹿児島さんですね。ナッチュー今日からこちら2つシュート。ソラ IC から待てんろ、うわ寒い、待てんど、待てんど、空当たってしまう。ダッシュ屈強当てるが、その後の網がめんどくさくて追い打ちはできない。待てんど当たって画面足。
下はかなり美味しい。ザットゲージも回収しつつ鏡を置いて折り攻め立ち役立ち強からよく見ている。摩天楼普通中で割り込んでいく。クラッシュ当たってしまった。一瞬立ったように見えたけどしゃがみ直してしまったか。ダッシュ中から何だっけ、宴だっけ、久しぶりに育美の実況をするので技名が出てこない。宴立ってましたね。はい、よかった。ダッシュ強から鏡を置いて、ダッシュ強からダッシュ口強で持ち上げて、鹿児島来てね、残響。さあラン取っていくのは鹿児島さんの育美。あーっとジャンチ当たってしまった。残響残響と弱注意強から弱弱屈強から愛心かけて、マーテンドダッシュ屈強当たらない。マーテンド弱強で止め足から逃げる。屈強からドロリを絞って炎症を貯めて、残中残響から残弱中強、立ち中中残弱弱中強投げて網に当てて、緊中屈強からの炎症を貯めて、さあ表輪郭は見えない、見えません、見えません。立ち強からもう一回やると、A の喜びおじさんの記事の拡張パックでとどめ刺された。拡張パックなんだ。たった上に乗っていたので表輪郭が分からなかったが、普通にその後当たってしまう。拡張パックなんてあるのか。あーダッシュしたところにエミッキーが置かれてしまっていた。まあ最終ラウンド先にコンボを当てているのはヒマッシュ。さあ表輪郭にワンカードして、そうだね、ホイホイだね。ダッシュしたところにエミッキーがある。なんとかホイホイ急投げて、ダメ足、鏡を置いて、置き攻めはジャンプして避けている。立ち強から摩天楼、摩天楼、あはは、っと不幸がいい位置にあった。不幸ガードして、屈強うまく差し込んでいったが、立ち強当たらない。摩天楼になってしまった。摩天楼で良かったのかな、ちょっと分かりませんが、なんかミスっぽい気がしましたけど。あーっと当たらないが、あー屈強が当たってしまった。昇竜 IC から逆中強から、これはミスらない。勝ったのはヒナッシーさんのミス打ちに、はい、6勝。ほい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 。お強い、お強い。さあザコウメさんの育美、育美連戦になる。カラーリングが例によってアメリカン、血の気が悪いとかというレベルじゃないですね。マテンド、制服の色もなんかさ、制服の色もなんかこう バッタモンみたいな、バッタモンみたいな制服の色してますよ。ローソンのおつまみキャベツブーマ、ローソンのおつまみキャベツ。あーダッシュは口役がリコ取ってる。あーデッドライジングに出演できるエグマック、デッドライジング紫オニオンみたいな制服ね、なんかキャバクラのお姉ちゃんが着てるようなカラーリングですよね。ダッシュ強直してる。あーっと、屈強40分5000円高くないかこれ。40分5000円高いな。あー待て、当たっちまう。新色を植えた。無駄にエナメルとか使ってそう。そう、なんかテカテカしてるやつだよね。ああ。OK。
ポリエスチレン製に出てきてて、なんか燃えるとよく燃えそうなやつね。あー、立ちが当たらない。おっと、靴ジャケらしきものは見えたが、それだけで掴んだ。立ちと、ジャクジャク。さあ、微妙な距離の取り合い。連中、ラッシュはガードセーブ。もう眠いぞ、おじさんは。ジャンプジャック。クータイク取っていって、お出しまで運んでいって、しかしちょっと置き詰めができなかった。延中。屈強から、マテンロ。さあ、インキャ潰しとくと。あー、ジャンキョー当たってしまった。絞って、あっちゅう、延中から、ガーッと落としてしまう。珍しい。鎧を絞って、炎章を貯めて、画面端、あ、ジャンプしたら、網に当たってしまった。から、鎧を当てて、炎章を貯めて、距離をかけて、見えなーい。人類共通の、表現学ですね。おっと、ギルティっぽい空投げを見せて、くっつきょうから、ダッシュ強をガードしている。マテンド届かない。そこじゃない。円柱からポテトキック。これは死んだくせえな。あ、なんかしようと思ったけどできなかった。かわいい。ひなしかわいい。なんかしようと思ったんだけど、なんか間に合わなくて、普通に終わった。師匠の真似しようと思ったらできなかった。どうにしたそうな屈伸が見えた。わら。不審が切れてなかったんだよ。なんかこう、あ、まだ、もしかしたら死なないかもな、みたいなのは脳裏をよぎっちゃってね、やりきれてないっていうね。持ち前のキャラクターの可愛さを見せつけてきましたね、ひなしさん。ずるいですね。ああいう人間性能、そういう人間性能は見せなくていいと思うんだ。さあ、宴を当てて、弱中強から、弱弱と。ゲージがないので、鏡を切ってみはできない。ダッシュ強に対して靴だけで暴れていた。ダッシュ見てからっぽいな。さあ、宴で掴んで、ごめんなさい、ブラッドゲージですね。お回収して、新色植えたが、靴だけで割り込んで、おいでね、靴強からジャンプジャック当たるが、その次のジャンプジャック当たらない。使っていったが、新色使っていったが、ガードが間に合う。靴ジャック当たって、靴強届かない。クツキョウ当てて、ナシクツキョウから、画面足コンボ入っていく。チューチューキョウから、ジャクジャクジャクチュー。お店ね、鏡を置いて、ジャンプで逃げる。さすがキナッシュ。ナシキョウ当たってしまう。タッチくらい。マーテンローになってしまった。マーテンローになってしまった。これが入院してたブランクか。見えなーい。今のは裏っぽいな。今のは裏っぽいな。多分。ガード固めて、そうは言っても、鹿児島さん、ワンチャンやれる。さあ、円柱立ち今日はうざい。あはは、ホイホイでした。ホイホイに当たってしまった。はい、今日、線はガードして、線じゃねえ、マテンロ。ジャンク当たって、靴強から IC かけて、タッチ強、画面足。絵日記見てから余裕でした。さあ、鏡を置いて、投げて、さあ、吸っていった。結構、距離あっても掴む。あのぐらいの距離でも掴んじゃうんだ。へーって感じですね。さあ、リコイルをずらしていって、これは青ゲージがあるので、ワンチャンでかいダメージが当たります。毒もついているので、モリモリ減っていく。さあ、炎章を貯めて、炎章を貯めて、もう一回、やって、RF の翼で、網に当てて。ロッテルの強脚もあのくらい距離欲しいな。前の馬というのはあのくらい距離欲しいな。
ファイの馬跳びは本当に密着じゃないと当たらない。ファイナルメモリー当たらない。絆という名の剣。演出的にはこのゲーム屈指の格好様なんですけれども、あーっと今度はホイホイ当たらない。はい、通常のホイホイでは絆が足りなかったか。そう、絆が足りない。曲げてしまうと曲げてしまうぞ。鹿児島さんトロリを絞ってガードした。おっと、あー、しかしその後の翼の表裏が見えなかった。あったのはヒュナッシー。さあ、ヒュナッシーさんが連勝街道を突破しています。さあ、今度は本キャラを持ってきた。さっきのって裏、さっきのは翼のやつは裏ですね。翼は裏ですね。あれ、なんか新しいカラーリング作ってきやがった。今までにない、見たことがないカラーリングですね。もともとあったのかな。もともとあったけど使ってなかったのかどうかは分かりませんが、僕は見るのは初めてですね、このカラー。わっ、寝行きですらなくなった。死行き。ジャムを食べて空投げて、ギルティっぽい空投げ。ギルティギアは僕空投げいつも後ろ入力で空投げするので、このゲームの空投げ前入力じゃないとダメじゃないですか。ちょっとあんな感じでできないんですよ。ネクロフィリア同士が接触してたからからもらったのかも。あー、人からもらったから。さあ、なんとって言ったのはしゆきさん。確かに戻ってる。あー、突き上がってしまった。アルフ翼から画面足から画面中央に持って行って、画面足まで持っていく。中将、本日戦名は、エミシュファメテクスジャックということで、あー、ワンカミに一番近い男。死んじゃった。手口からやると、空投げ違和感ある。ね、まあ、青色というか、その前のあれか、イグザイドの時から、ゼクスの時から、イグゼクスか、イグゼクスの頃から、友達にフォルテネスディフェンスを仕込みながら空投げしろというふうに教わったので、ギリティの空投げどうしても後ろ入力じゃないとできないんですよ僕。なのでこのゲームの空投げ、もうこれは良い紙と同じでいいのでは。よし、死んでいいのでは。あった。あー、ジャンクはあーって何か潰したが、その後引っかかってしまった。さあ、ラウンド取り返しましたね。しかしジャムは8個ある。最終ラウンド、死神の可能性がビレゾン。なるほど、地震ではない。終了まであと5分。さあ、この試合が終わったら枠動です。靴強からドロリを絞って、さあ、青ゲージが溜まったのが使うのか、使っていった。弾強、弾地、弾強から弱中強、タチ強からドロリを絞って遠心を溜めて弱中強で、さあ、画面足の置き攻めを選択する。さあ、電影弾を使って奪われた体力が取り返してやるのか。ごっそり減りすぎだろ。オーメガブラッドエッジさん、オーメガブラッドエッジさん、死神見事てる。あーっと一気に当たってしまった。これは致命。あーっと残った、まだ許された。からドロリーを絞って遠心を貯めて RF の、あー、まだ生きている。許された、まだ許された。あー勝ったのは大天使ヒナリエルさん。キュナシ神説。キュナシさんが死神説。はい、発祥でございます。神キラー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 。あ、そこ、枠移動か。ごめんなさい。枠移動します。プルプル。はい、どうも。ワコです。どうもです、一応貼っときますね。よいしょ。 124.219.151.224 1800和骨です。どうもです。入ってきたのは多分お母さん、紛れもなくお母さん。
ました。ひなっしーさんが僕の放送を探してるっぽい。少々お待ちくださいね。あー寒い寒い寒いよ、足が冷たい。いつもだと死んだすですとかコメント入りそうですね。さすがにもうやらなくなったか、旦那の名を語るのは。オツの喜びを知りやがって、オツの知りやがって。あー、ジャンジが強い。先ほどは東に軍配が上がったか、リベンジになるか。アレ様からジャンチュー、団協、ジャンチューでグミガリー、美味しい。ダブルアップのダメージが入っていって、ジャンチューだ。さあ、グミを取ってしまったばっかりに、体力がもう残りわずか。わははは。はい。ぴょんぴょん受け身を取ったらやられてしまった。ラウンド2。もう何やねんとか言ってそうですね。勝手な想像ですよ。ジャクジャクジャクからなんか昇竜らしきものを潰したくせえな、よくわかりませんが、中京からドローリーを絞ってメインションを貯めて、青 IC ですねを使っていって、逆中京から画面端を屈強、すげえな、リバサ屈強だもんな。円柱端強、あーあー、勝ったのはひなっしー。アッパーさあ、リプレイファイルに優しいぐらいの試合でしたね、今の速さは。相当軽いですよ、今のリプレイ。受け身狩りで楽をしようと高めで締めるひなっしー。うん、オメさん、このカラーも初めて見るな。このカラーも初めて見る。なんかこう新しく手に入れたのか作ったのか知りませんが、カラーをこう見せつけていくスタイルなんでしょうか。よくわかりませんが、全体的に髪の毛の色が白くて顔の色が青い。準備してんの全部ね、雪。でもね、雪。ジャムを送って、これはだいぶ腐食が進んでますね。あのレベル4ぐらいになってそうですね、腐食レベルが。ドロリを絞って遠心を貯めてパーレフ翼で網に当てて、表裏が見えた、今度は見えた。立川ヒットガフィンからの画面中央が画面足までビームで当てて、これはジャムを食べたい。ジャム2つ食べて、ジャム9個、こうなれば、こうなればワンチャンあるんですよと言いかけ、あー円柱立ち強、画面端でテーダループが入っていって、ビームを当ててよいしょ、これいいかね。さあ見えている、素晴らしい。あーっとちょっとぐちゃぐちゃに、あージャンプした、あーっと逆側に突っ込んで吹っ飛んでしまった。ちょっとこれは大梅さんにとっては悔しいか。立ち強から美鈴の空中の暗い判定ですね。ちょっと特殊というのがあって今みたいな現象が起こった。昔ね、エッグさんという方が、アユ使いのエッグさんという方がアユのコンボ動画を上げてましたが、ことあるごとに、ミスズを使って、よくわからない気持ち悪いコンボを作ってました。下手なコンボ減るっていうね。下手なコンボ減るのになんかすげえ頑張ってて、すげえ頑張っててなんか気持ち悪いことをしてるというね。R が言ってました。なんかあの人にとってあれが普通なんだって言ってましたね。その空投げて、勝ったのは大梅さん。我々から見ると利害に苦しむコンボだったんですけれども、彼にすればそれが普通なんだと R さんが言ってました。頑張った、頑張った。はい、さあ大梅さん、 IP アドレスお願いします。界隈で最速でフリップサイドに注目してた男でもある、うん、ミスズは矢印薄いから変なコンボできるよ ね。
なんか変な暗い判定してる、なんか本当に変な暗い判定してるんですよ。エッグさんの愛のコンボを見てると思うんですけど、なんでそれが当たるのっていう感じのね、ジャンプジャグラーとかね、永遠の降臨がね、裏で当たるんですよ、ミスズは。125.174.206.97、1800、振り向き関係が結構怪しい。ね、どう俺もなんか詳しくは分かんないんですけど、その暗い判定をその表示させたりとかってのはできないので、よく分からないんですが、なんとも言えない判定なんでしょうね。さあカラーリングまた選んでいった。あ、このカラーは見たことある、このカラーは昔から使っている。なんかこうおっとクーナゲギャルっぽいカラーですよ。さあ宴で掴んで画面端ジャクジャクと掴んでダッシュ強当たってしまう。怪しいからダッシュ強で持ち上げて画面端へ弱中強から緊中弱弱弱弱中と。ドンキホーテにいそう。ああ、いそうだね。ドンキホーテいるね。ドンキホーテこういう子いるね。あっと、怖いうちはどっちが美味しいのかちょっとわかりませんが、なんかナイキの方がありがたかったっぽいな。ジャム食って、ジャム食って、待てんの、ジャム食って、あーっと転がるんだおー。待てんの、からダッシュ靴今日。あー、ジャンチ当たってしまった。ナイチャーキック、IC から画面端のコンボ入って、ビームで締めて、ジャムを食って、食わない。ちょっと思いのほうが早かったので、フェイントしましたね。ジャム食って、ジャム食って、あー、新色が、当たってしまう。空投げてまだ生きているが鏡の水が見えないと死んでしまう。ガード固めて投げた。転がってるところを掴んで投げてラウンド取っていくのは鹿児島さん。タチコ、あーステップからのコンボが入って、この投げ早すぎ。ビームを当ててジャム食ってアーレフの、十字架。さあ今日からナユちゃんキックジャム食ってくっちゃく当たってしまう。ナユちゃんキックからジャム食ってダッシュから下段が通って、あーっとこれはまだ生きてるが、さあ見えたー、よく倒した。ザックから1000 IC から宴で締めてブラッドゲージを回収して鏡を置いて、全部回収してしまうと暴走してしまいそうだったのか空中ダッシュにしましたね。大丈夫なんだろう、なんか別のことを狙ってたっぽいな、わかりませんが、何しろダウンド取り返しました。あーこれは美味しいがジャンキー当たらない、転がるんだお。あー待てろ、意地の張り合い、じゃあダッシュ当たらない、転がるんだ。おーの最終で当たってしまう。緊張からジャム振って、アルセンから逃げたところ、立ち強からビーム、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 ビームと当てて、ジャンキョーを当てて、ジャンキョー当たってしまう。が、受け身取れた。アルフ転がるんだ。おーガードして、ジャクジャク、グッズ強からマーセンロー。円柱、あーっと、立ち強から、あーっと、もう繰り返していく。線から、さあ、いい勝負になってきた。アフ転がるにえんか、ダッシュ強 IC からダッシュ靴強、さあこれでわからなくなったぞ、カーブ動かない、あーと、あー悔しいですね、多分今のは別リっぽかったな、なんか別リ、あっと当たらない。上に逃げていた、上に逃げていた、あれ転がるんだろうから、最初のリコールですね。から、宴、ダッシュ中、マテンロー。あー、もうぐちゃぐちゃだよ。ぐちゃぐちゃだよ。これは、勝ったな。絆狙って外してんじゃねえよ。はい。勝ったのは、鹿児島さん。よいしょ。さあ、ゲームセンターっぽいぐちゃぐちゃな試合になりましたね。あれタラジーが勝つ確信、あれタラジー最終 R 以外良かった、最終 R 以外良かった散々な言われようだな、まあ、ゲームセンターっぽいグダ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 というかぐちゃぐちゃになる試合でしたね。大見してある、互いにやりたいことはね、もう空振り合う、少しやらない構成したらミスった、わら
116.94.244.144.13.1800.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 
生命力ならゾンビの方が有利の可能性そういうもんなんですかね。お、カラーが可愛いぞ。カラーが可愛い、鹿児島さんの使ってるカラーが可愛い。全体的に白い、全体的に白い。あ、立ち上が強い。あ、アユダが、あ、じゃ立ち上が白い G。なぜ僕のカラーは認められないのか。シロアリかな。シロアリかな。いやあの、オウメさんはねちょっとね、日本人にはちょっと早すぎるかな、あのカラリンが。カヤさんとイチャイチャしてて、どうぞ。あの、ちょっと日本人にはあのカラリング。僕の疑問なんだけど、シャドバってアプリ消したらデータも消える。イカラク。シャドバーズは。シロアリの方が危険なんですが、これは。データを消すと、それがゲームをアンインストールしてしまうと、消えるわけではないんですが、同じ端末でやろうと思うと、データの連携をしないとできなくなる。要するに ID は残ってるはずなので、シャドーバスサーバーの方に残ってるはずなので、その ID をちゃんと使うことがもう一回できれば大丈夫なんです。多分アンインストールするしてもう一回おおアンインストールしてもう一回インストールし直すと多分初期化されてしまうとは思うんですが、多分って間違いなく初期化されると思うんですが、データ自体は残っているサーバーに。ダッシュ中、ダッシュ付けは消しても痛くもないのね。携帯はわからないけど、パソコン版はアンインストからでも残ってた。確定反撃が安すぎて草。はい、鹿児島さんが2勝と。ありがとうございました。まあ中央なんだ。ありがとう。なんだっけ。マラソンができるので、マラソンができるはずなので、データは多分マラソンした人の分だけあるはずです何十万件と多分データはサーバーに残ってると思います。マイキョ、旦那の消したい、旦那の消したい、ダメですよ。あなた自分が同じことされたら悔しいでしょ。やめて、差し上げて。あなた自分がポケモンだとかゴシック魔法とも消されたらどうですか、旦那に悔しいでしょ。それと同じですよ。人様の資産を壊してはいけません。ラッシュ中から中宴、鏡を置いて氷を、あー空中で浮いてしまってた。脱出口氷で持ち上げて。そんなことする人じゃない、キリ。ツイッターなりに連携してたら消しても無駄よ、うん、データ連携を前もってバックアップじゃないですけどしてあれば、まあ、消されても一応復帰はできるというのが最近のというか昔からのソシャゲのお決まりですね。脱出口閉めて、あ、そう気持ち悪いな、動きが気持ち悪いですよあ、キャプチャーしようと思ったところを差し返して、逆タッチとから摩天楼、摩天楼は、ねえねえ、これどうやって消すんし、は、あってわー、やーる、別離を当てて、あーと血圧が入ってまだ死なないが、摩天楼、あー摩天楼置いてある。新色植えて、新色使ってグー投げてまだ死なない、
リレイ別リレー、うちじゃねえ、宴で勝ったのは鹿児島さん。新色発動いつも外してるな、わら。新色なかなか当たらない。うわ、それあー見てたらやりたくなってきたな。いいか強い、ホイホイしないと、ホイホイしないと。あ、新達さん、あれ外して意識を向ける技らしいよ。なるほど。長野は今日は何度ぐらいなんです？今日ね、雨降ったからね、佐藤さん出番か。寒いか、そんなに特別寒いか、12、3度ってところかな、今の気温。氷点下に決まってんだろ。氷点下に決まってんだろ。そこまでの際冷えてますね。今日雨降ったから、比較的暖かかった。放射冷却が起きるとね、めちゃくちゃ寒いんですけど。マネチ当てて。うわー、ダッシュくつきよう。あ、立ち強当たるが。アメランドしなかった。風邪ひかないようにお気をつけて。どうもありがとうございます。そんなこと言ってくれるのは友田さんぐらいしかいない。この会話みんな寂しいんだ。そんなこと言ってくれるのは友田さんしかいない。さあ、長野が寒いとリンゴが美味しくなる。ああ、それは違いないかもしれないな。ダッシュから駒投げて、ダッシュから新色を植えて。打倒風邪つけ。この幸い鹿児島と長野と大根に厳しい。ほんと厳しいな。いやー、仕事も一段落したからね、そろそろ気を抜いてね、風邪ひいてもいいんですけどね。風邪ひいちゃうかな、もうめんどくさいから。風邪ひいたの？ウェイ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 って感じの界隈。風邪ひいたの？ウェイ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 っつって。鏡から氷板くん出ていく。あちこ？あちこ？界隈みんなおっさんだから自分の身で精一杯。誰に優しいか教えてほしい。だな。特に俺に対する風当たりが結構厳しいんですよ、この界隈。そんなことないか。ぬるい方だな。俺はまだぬるい方だな。あ、新色また外してる。新色また外してる。アーレフ戦から青石かけて、なーっと落としてしまった。勝てそうなチャンスを、あ、なんとかもぎ取った。さあ、最終ラウンド。俺はまだぬるい方だな、F ズプロを見ながら。まだまだ俺なんて、みんなに優しくしてもらってる方だな。っていうか、新色後ろに発生しすぎてね。新色もうちょっとちゃんと敵をサーチしてくるって感じですよ。次を取って。西尾の D の関係か。多分軸はものすごいずれる関係ですね。一瞬にして軸がものすごいずれるので、多分それで新色がちゃんとサーチしてくれてないっぽいですね。眉なんかも結構起きるかな。ああいうこと。グー投げて。さあ、鏡は使わない。ダッシュ怪しいから。マーテンド当たってしまう。円柱強い。マーテンド。ああ、ジャンクオール落として。ゲージ余ったから適当に仕込んで適当に話してる感じがすごい。今なんで新色植えようとした。もしかして植わってると思ってたか。さあ、そうやんで、これは新学生な。西尾全ダッシュするとアクコメ避けて切れそう。なるほど。RF お米券すらもよけるのか。 58.191.204.141.1800。 とりあえずやっとこ。新色仕込んでませんでしたっけ。で、植えてあると思ったんですかね。本的に幾松使いは植えたかどうか忘れる。忘れる。あの、さっき使ってましたよ。使って思いっきり外してましたよ。後ろで発動してた。そりゃそうよ。後ろで発動してました。あ、そっか。そう、カシャだかダッシュ中だかで消されてましたね、兄さん。黒瀬さんが入ってきた。ああ、寒い。君大体仕込んでから5秒後に外してるから、それで覚えるといい。いかやく。ああ、と潰された。ダッシュスキョから
雷属性ですけど、ああ毎週に対してなるほどなのかそれそもそも植えたかどうかは常に覚えとこう、使ったかどうかはまず覚えよう、それでいいじゃないか、そんな難しいことじゃないと僕は思うんだが、あのあれですが、ホームトム家のラオウ家にヒーターないのかな、いやまだヒーター出してません、まだ家にヒーター出してないんですよ、ヒーターというか、まあヒーターというかストーブというか、まだ出してません、出してよ、鹿児島新職はせっかち、そのキャパシティはコマ投げ狙いに割り当てられてるのでなるほど、そういうもんなのか、加藤さんマイナス5度にならないと部屋温めないってマジですつまり新職狙わない方が強いな、さすがにね、さすがに部屋の温度がね、仕事になったらさすがにストーブつけますよ10度くらいだったらまだ耐えられるのでつけてませんが、さすがにね、仕事になってきたらストーブ出すかって出しますね、やっぱ別離だな、カシャ、手がかじかんでくると辛いですよね、気のせいは今窓が半分開いてるぞなんでだよこんだけ暑いんだよ、羨ましいな、もっとそうやね、飛んでた、いいね、エネルギー補充しないと、イナゴとか、ニャンコ写真はよ、ダイエットしてからちょっとした寒さが辛い、僕は皮下脂肪が下手に窓開けると猫脱出するから注意ね、僕もね、皮下脂肪が比較的薄い方なので、ニャンコスナップするか、ニャンコスナップするか、ニャンコをツイッターで上げて、あー緊張タイプ、黒瀬さんがランプ抜かしました、すでに3回くらい玄関から脱走されましたつい最近牛の猫も2回から落ちて足痛めたから注意せよ、脱走じゃなくて脱出なところが、動物飼ってる家はいいですね、うちもワンコいたんですけど、去年死んでしまって、まあ動物なお玄関先で止まるから捕獲は簡単な模様、そうなんです、玄関先で止まってるんだ、ああ、見ながらこう、捕まえて。猫って逃げ出したところから帰ってきますよね。ちゃんと自宅が分かってるんですね、猫は。猫、やったあがいだ。猫、子は、キロ帰ろあー、あと落としてしまった、キャワワ、キャワワ、僕はどちらかと犬派なんですが、まあ、猫も嫌いじゃない、寒いのがだって、緊張、ストール、緊張、立ち強、ジャンキョウから、さあ、ここから逆転があるか、ロケさん君でいじめられて帰ってきたなぁ、あ、飼い猫歯車と知らない人に異常にビビる、さあ勝ったのはダッサン、終了まであと5分、あと1試合ぐらいですね、動物飼いたいけどな、世話できねえしな俺、家にいないから、モフモフした動物飼いたい、うん、モフモフ、イナゴ養殖してないんですか、せやな、はい、いなければ俺が入ります、いないようなので俺が入ります、あれ帰ったか、
らっしゃいましたね。友田さんが入ってますね。結構進んでるな。するまでもないし。結構進んでた。ラウンド終わったわ。追いついた頃にはラウンドが終わってました。すいません。連中。靴橋で来ましたよ。自信が買われてる豚だから猫欲しいってわがまま言えない。連中。基本飼われてる自覚がある人は動物飼えますよ。自分が飼われてるなっていう、考えというか感覚がある人は動物を飼う、あれはないですね。才能というかあれはないですね。恐竜犬怪しい。お前が犬になるんだよ。俺握手だよ。なんか犬っぽくねえよな。ワンって言え、ワン。ワン、ワン、ワン。予診具合になるんだよ。予診具合になるんだよ。なんでニコニコ動画の一番右側の方にあるネタで盛り上がるんですかな。ワン、ワン、ツー。おっと、ファイナルメモに当たってしまった。これ死ぬか？死なねえな。当たらない。打倒は立教大学。せやな。思いっきり変わらがあの、あーこれね、避けた。犬の喜びを知りやがって。犬の喜びを知りやがって。あーっと、あれふどいて。一応神奈川のとある私立大学ですね。私立大学です、はい、いらん。今日はだってさあ、これ美味しい。あーとさん、いけそうだが、やる。ガンダム最大パワーを尽かしてしまった。終了まであと2分。四つん這いになるんだよ。握手しろよ。投げて。投げて。鉄橋から貨車。いいですよね。代表。さあ、勝ったのは、ダスさん。といったところで、ワクリードです。ありがとうございました。よいしょ。ワコツです。どうもです。よっと。ワコス。はい、どうもです。 58.191.204.141.1800。 はい、先ほどの枠に引き続きましてオンラインゲームセンターやります。土曜のに母さんのミスチ、土曜日のに母、今日は降臨が出ない日だった。真空波動拳ってコマンド難しいよね。枠取ると金になるんか。枠取ると金になるのか。どうなの。おっと、プレスからの降臨が何度練習しても厳しい。ウィーケンド、ガメセンテア。ウィーケンド、ゲームセンテア。カシャ。あと、RF のソラで追い返して。じゃんけん。戻っている。ガリゴリ合戦が激しい。から、ドロリで反撃して、うまいぞ。タッチュー等から、タッチュー、タッチューと、立ち役タッチューか。さあ、炎症食べて、ゲームを取ってる。勝利をガードしてる。おっと、ヒヤッとする場面がありましたが。これはカサタになってしまった。土曜日のふはは、くず銀座万丈。ふはははは。ふははは、ふはは。天照十字砲。
からさっきはねや商船ダウンとったのはナッサンの今日のいちご味生放送クソ面白かった。あやつらしいっすね。あー大地あー超円超円とあーショーで当たっちまう。あーこれは死んだくせえな。あー生きてる。投げてからレベル2当てて勝ったのは脱産の西尾。黒瀬さん、あ寒い寒いな。梅天帝、梅天帝だった。ここは寒いな。ここは寒いな。暑いしねえとやってらんねえ。体が溶けちまう。ですよ。ビーム当てて、あビーム当たった。緊張タッチ、緊張グッチューですね。緊張グッチュータッチ今日。あーとこれ美味しい。ダッチダッチ残響から愛しかけるわ。とっと以上。緊張ライク。あーくっつきょうで切り返して。トークンカードだとゴースト進化の、あー好き。ゴースト進化の、あ。さあ商船から緊張グッチループが入って残響から総円グッチグッチだ。残響はガードしてちょっとあーうまい。これは死んだか。ビーム何取っていくのは黒瀬さんのしおり。第2ラウンドジャクジャク。あ、西尾の靴中見ると、北斗のレイの、あれみたいだな。あれなんか、靴しいか。なんか、そんな感じに見えるな。シャオってやつ。わかるかな俺の言わんとしてること。西尾の靴中見ると、なんか、それを思い出すな。いや、どう考えたら西尾の方が早い。仏教パンか。なんか、あんな感じですよね。これは青ゲージを使って。靴コパンと、小足でフィット数を稼いだ後に浮かせて靴強でみたいなそんなコンボが彷彿とさせられるな。さあ、さっきが大きい。さっきじゃねえ、カシャだ。カシャが大きい突っ込んでった。カシャ当たってしまう。ダッシュ強で持ち上げて、そうやると。あーと落とした。移動ブーストにすらない。移動ブーストにすらない。昇竜ブーンから昇竜ブーン、ジャンジャンビジャン昇竜ブーンからせなんと正規モーファー壊しブーン壊しミスらない。はい次の試合っていうのが、よくある光景ですね。これは暴発したか。さあ属性を失ってしまった。投げて怪しいから下がったのは脱産の西尾。はい真空が昇竜になっちゃった感じ。うんあるね。真空って難しいよね。あちなみにこの枠と次の枠で終了になります。ああそれいなければ僕が入ります。後ろ押すことさえ難しいのに俺には無理だな。そうやな。わかる。このゲーム後ろ押すの難しいよね。
生さん、リベンジなるか。後ろコマンドとかどうやって入力しろってんだよ。そうだよね。立ちガードが難しいからこのゲーム。立ちガードが難しいから、そもそも。あー、ジャクジャクジャクと刻んで画面足。じゃあ今日、あっとこれは空投げが一瞬見えた。ドフつけて雷だが、ジャジャガにガードが存在しない北斗子野郎。北斗の剣ファイル。あれ、ラオウだけしゃがみガードはないんじゃなかったっけ。ラオウはしゃがめないんじゃなかったっけ、確か。だよね、確か北斗の剣ファイルはやったことあるけど、ラオウだけなんか膝がつけないからしゃがめないんだよ。拳王は膝をつかむ。そう、拳王は膝をつかむ。ラオウは血に膝をつけないのでしゃがみません。しゃがみません。そうだよね、確か。で、海王っていうキャラクターまでいるんだけど、海王はしゃがめた気がする。ラオウだけしゃがめなかった気がする。なんかラスボスがなんか黒いケンシロウなんだよ。なんかその、でも最弱キャラじゃないんでしょ。わかんない、俺も。コネ印しゃがめない仲間のハート様は特にフォローが甘ません。ジョイヤー。もう北斗の剣5についてはよくわかりません。もう中学生ぐらいの時にちょっとだけやったぐらいなので、兄貴と少し対戦したぐらいだから、あんまりどのキャラが強いとかって記憶がないですね。どんなゲームだったかもよく覚えてない。ただすげえなんかカクカクした記憶だけあるんだよな。すげえカクカクした格闘ゲームだったような記憶があります。中古屋でめっちゃワゴンだったからな。あ、頭上当たってしまう。ガードして。レベル3の挑戦。カクカクって処理落ち？いや、なんか普通に秒間の枚数が少ねえんじゃねえの。30フレーム以下で動いてるようなそんな感じでしたね。多分今やると多分ものすごい違和感を感じると思います。うまく反転返ししましたね。RF の勝利権で勝ったのはダスさん。もう一回ぐらいやるか。ちょっとやらせてください。せっかくなので一回ぐらいやっときます。メガ出し、メガ出し。投影動画格ゲー特有の根本がスカスカな攻撃判定やる。天人さん現る。いいぞ、やってしまえ。ガトーもやる。あれ、これもやる。立ったよ、立ったよ。あ、まだだ。ああ、ダメか、立ったよ。さすがにリープぐらいは見えてるはずなんだけどな。ああ、分かってる。俺もそう思ってた、年齢。ああ、もう。何これ、何だか今この。なんだ今のコンボ、すげえ安かったぞ。やばいな、集中力がなさすぎるな。その前にミステリーしてるんでね、心が折れちゃった。今ら。きっと寒いぜ。寒いせいなのかな。いや、手は暖かいんですよ。温めてたから。あ、食べ。あれ。ああ、死んじゃった。もう一回ぐらいやりたいな。ああ。ちょっと集中力がなさすぎでしたね。もう、やらなくて。
全個、全個、全個いっちゃいますか。おかわりもいいぞ。マジで全個だ。全個しよう。悪いね。あー、台が入ってる。あれ薄くしなくていいぞ。負けた。あれ客から連呼を要請される店員、連呼どうぞ。客から連呼、あ、ごめんなさいね。じゃあ連呼させていただきます。すいません。いやじゃあ疲れちゃったっていうのもあるんだよな。疲れてるんだよ、ちょっと僕。あ、マジで？ちょっと待って。リコ取れねえ。ああ、そっか。いつもそうだったな。あ、届かない。1回投げて。使えばよかった。早すぎた。いくらなんでも今の早すぎだわ。いくらなんでも早すぎだよ今のは。マジか。お、やったな。あれマジ壁マンですよ。めちゃくちゃだよ。もうめちゃくちゃだよ。あ、もうめちゃくちゃだ。練習の成果出せず。あ、当たんね。あ、危ね。なんかもう本当ごめんなさい。試合内容がひどいな。ゴリッパー。あ、落とした。勝てばなんだっていいんだ。それだ。勝てば正義になるよ。あ、なんか飛んでた。あ、リコ取ったつもりだったんだよな。つもりじゃダメですか。お前に負けるなら悔いはないさ。正義、正義にはなりたくないな。正義にはなりたくないな。あれリコ取ったって。あー、もうこのゲームリコール難しいっすね。正義ご飯よ。正義ご飯よ。あー、もういやー衰えたな。衰えたな。助けてホルテママ。あれがアフでしょ。あれがアフか。いやー、ちょっとね、反応してるのに指が動いてないですね。リコール取れてないですね。もうやだ。リコールが取れてません。わかる。正義はミカエルブレード使える。正義はミカエルブレード使える。正義がな、正義が強すぎるんだよ。何の話だよ。何の話だよ。意味がわからないよ。反応はできてんな。目と頭では反応できてんだけど、指が動いてないですね。さっきから。サタンパッドの握り方が悪いのかな。
況するか。あと2枠だからね、頑張って実況しましょう。中目橋ちゃんけど締めて、小木攻めは屈強から、あーっと勝利に当たってしまうから、円月で締めて炎をゲットしてラウンド2。あー正義強すぎるよな。あー発祥か。ジャクジャクジャクと刻んで画面端、どこだ、うわー投げて、あレベル3が返しましたかね。ラウンド取り返した。投げに行こうと思ったところをしっかりと切り返している。頭上はリコイ取って円柱、さあ青ゲージがあるので、あーうまいが、あーこれは円柱で落として、入れ込み、ガス負けたらシャドバケしてくれるって約束したので頼みます多分そんな約束はしてないと思います。そんな約束してないんだけどな、書いてそうですね。そんな約束してないんだけどな。次は、団中から DM。DM。今、ダッサンどんくらいなんだろう？ AA ランクに上がったんかな？ダス、消したって再インストールで解決。まあ、ダッサンのことが普通に連携してそうですけど。はい。ダスさんが9連勝でございます。さああと1戦2戦くらいかな。俺の前に立つとこだ、立つと無謀だな。三の稲荷、開幕おいしい。ジャグジャグから打ち強からミチルキック、あ、勝利券前打ち当たってしまう。打ち強で焦がして、あ勝利客がかかってジャグジャグジャグと刻んで、打ち強からジャグジャグとジャグジャグ本気攻め、投げて、もう一回置き攻めは、一度を、おとりにした。ダッシュブスケ当たる。三度目。これは。クザクで。ラウンド取ってきたのは、俺の前に立つとは無謀だな、三の稲荷。チャップ、上、男性、4の武闘ボイ。4の武闘ボイ。あー。怪しい使っていく。立ち強から、ジャンチュー、ジャンキョーから、チューで持ち上げて。さあ、ジャンプして避けている。立ち強でこかして。ジャグジャグジャグと、ジャグ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 攻め、あー勝ったのは俺の前に立つとは無謀だなさんの未来。今日は10連勝できないですね、なかなか。多分ルトーさんだよね。 113.151.161.119 10001試合ぐらいできそうなので、やりたい方は今のコメントをコピーして乱入してください。いやけや僕が入ります。一枚出しのギルニキいや最後のとどめになりますからね、このサベージ様とやろうってな。何のイクミ、どう見ても鹿児島さん
この試合が終わったら枠移動です。で次の枠で終了です。屈強からあーとダッシュ強が裏に回ってしまっていて当たらない。屈強からミチルを使っていく。あー屈強で切り返していって線から IC かけてダッシュ中打たげ。大きい線面はドラッドゲージ回収して、あーっと強引タグがかかっている。あーあー強引タグが気持ちいい。ダッシュ強、ダッシュ屈強で持ち上げてジャグジャグと、あーっと1名取ったがこけて、屈強ジャグジャグジャグ、屈強から鏡を置いて真天狼当たってしまって、ダッシュ強からジャン強、ジャン強受け身やり気になってしまう。ダッシュ強が重なっていないそもそも重なっていない。さあ星の砂でラウンド取り返し、取ったのはルゾワさんの、胸にですね。ダッシュ強から表印高がかかってダッシュ強でダッシュ屈強で持ち上げてジャクジャクジャクで運んでいき、ダッシュ強で持ち上げてジャク、2攻めは当たってしまう。ジャクジャク強からジャク中強で受け身は空投げて RF 戦で逃げる。コメ剣とマテンドが相打ちになる。屈強から RF コメ剣とマテンドが相打ちになる。さあ RF をコメ剣は FIC していた。ダッシュ中、あーっとこれ着替えす、鏡を置いて、これはやられたことはやり返す。ワンチャンあるか、ワンチャンあるか。あー立ち込み当たらない。さあ屈強をうまく体調で使ってきました。あー立ち込み、あーはい勝ったな、ルトワさん。あもう1試合ぐらいできそうだな。はい終了まであと5分、あと1試合ぐらいできそうなのでやりたい方は入ってください。いなきゃ僕は入ります。さあ大天使フィナリエルさん満を持して登場。今度は大連勝できるかな。あと2枠しかないけどあと1枠か、この枠とあと1枠しかないのでもう10連勝は無理か投げて、さあダッシュ中から IC かけてダメ中央、あ立ち上げしっかり潰している素晴らしい。お米剣と不幸の投げ合い、空も投げてミチルキック当たってしまう。あーとタッチだけ当たってしまうが、貯めて、うん、眠い、腹は減った、眠いわ、寒いわ。弱中強から緊中、弱中強から緊中投げて、お詰めは先頭リコ取ってる。さあこれは選手を貯めてダウン取ってきたのは大体シュナリエさん。アーレフの翼、ジャンキョウ、ジャンジャクシュート、ジャクシュートからジャクシュート、ジャンキョウ取っている。投げて足を入れてダッシュクスコール持ち上げてジャクシュートからアルフ翼で逃げる。屈強焦がして右上ジャンキョー当たるが一気に当たらない。おこげ取っているリコイルを、ジャンキョーで落として、さあドロリを絞ったがこれは表現タクになる。星の砂で切り返したかったけど両方潰されてしまう。立ち役タイプ、お詰め
レフの翼から青くんが入らない。バグらなかったか。バグらなかったか。せやね。石井ガゲルが活躍。これはこれは終了まであと2分。ワンチャンあるか。中京からガーマファイヤー、相打ち。ワンチャン、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 どうだ、微妙だな。すごい微妙になってきた。さあ投げて、じゃん、今日勝ったのはひなし。はい、じゃあ枠移動です。次の枠で最後になります。ひなしさんが 124.219.151.224 1800。はい、対戦したい方は今のコメントをコピーして乱入してください。いなければ僕が入ります。お腹減ったな。ワビパックでもレジェンド出ないわ。コツ、レジェンド出してる人は出してるけどね、もう全然そういうのもう運がないので諦めました。さあ、クロスさんが入ってきました。携帯が冷たい、すげえ冷たい。よいしょ。ああ寒い。シャドバやると爆発するんじゃないかってくらい熱くなる。わかる。熱も落ちすぎですからね。デレステやってると処理落ちするぐらい熱くなるからな。充電しながらやるってのは良くないらしいですね。やっぱり充電しながらやるっていうのが非常に熱を持ちやすいので。劣化が進む。うん、絶対に。熱もそうだけど電池の寿命が真っ赤。電池パック外せればね。電池パック外してさ、中京から中京。ピョンゴの時はラグにムカついて冷蔵庫に突っ込んだもんだ。小型化か何かのために外せなくなったんでしたっけ。わかんないけど、多分外せる。頑張れば外せるのかな。俺 iPhone6 なんだけど、どうやったらこの裏蓋を開けられるのかすら知らないですか。やろうと思ったこともないので、多分開けられるとは思うんですが、ちょっとやり方はわかりませんね。前の携帯は外す。電池交換いくらだろう。電池交換ね。iPhone 6使ってるけど、まあ、とりあえずゲームは。素人に交換させないためだぞ。そこで交換用と製品交わすためだぞ。ああと。ゴシックを魔法を止めれば全く処理落ちしないのが困るぐらいで、あと普通にゲームやるには iPhone6 別にいいかな。まあし、うん、デレステがね、あとこれは技がぼかした。デレステがね、ちょっとねやりにくいですね。やっぱりパッタブレットでやりたいですね、デレステは。うん、デレ
テストのためにパッド買うのもなーって感じで。さあ、ヒラッシーが勝利と。6S にして感動した。ああ。非常によく動くんですけれど、コシックは魔法止め用の、なんか、ちょっと昔の携帯電話が欲しいな、みたいな。と、あれだな、ベーステ用の、ノートパッドが、ノートパッドっていうか、あれが欲しいですね。タブレットが欲しいかな、ぐらいですね。お母さんが、今度は本キャラを使ってきた。追いつきましたね。ジャッキーとジャンジャックソーダ。ガードして、ジャンチ当たってしまうがジャンク当たらない。アミはガードして、ああ、立ち役でとがめていく。ジャンキョ。ジャンチュ投げてアビンに当てて遠心を貯めて遠中あーっと引きつけられてしまった。ドロリオを当てて遠心を貯めて逆中に行ったら靴じゃくで割り込んでいく。ちゃんとあーっとアビンに当たってしまった。団中、団強、団中から金中、団中、団強、団弱中と吸ってもう一回吸って消火器巻いて見えている立ち役パッドキックで炎症貯めて炎気は潰しとくと団中、団中、当たってしまった。はい、しがれて、ジャンチュー、ジャンチュー、ジンチュー、タチキョウ、ジャクチュー、キョウから、掃除機吸って、もう一回吸って、消火器巻いて、レベル3了承から、ガードが硬いぞ。あー、下段が通ってしまった。ラウンド取っていくのは、ルトワさんのアキコ。わさび。ジャンチュー。おっと。ドロリックして暗炎中仕込みあーとドロリを絞って、これはまだ青ゲージがたまらないが、あ、たまった。まあ IC からサマじゃね、翼だ。くっつけを当てて網に当ててドロリを絞って炎症ためて中強から8強からドロリ当てて炎症ためて強を置いて置き攻めは見えた。ジャンキョウ、ジャンチュ、ジャンチュ、ジャンチュはリコイルからの、うん、おう、あー、演劇が当たらない、立ちが当たらない。上がって、あ、これはかなり減るぞ。ストーンストーン超えてやすコン、ストーンストーン超えてやすコン。あら、もう一回吸って。見えない。いや、見えてた。先に動いてた。ヒガシが先に動いてた。なんということだ。煙から出てきたら、ヒガシが攻めていた。さあ、RF の、こう、あー。飛んでいる。立ち役で耐久。これは死ぬか、死にそうだな。青ゲージあるし。勝ったのはルトワさんのアキコ。殴っていたのはヒュナだったのは草。煙から出てきて殴っていたのはヒュナだった。あれっつって、なんか殴ってる音がしてるから多分食らってんのかなと思ったら違かった。逆だった。 113.151.16.119.1800煙の中で邪魔させてくれなかった。邪魔させてくれなかったね。煙の中からで、ね、一点構成してた。しょぼん。しょぼん。
てんてんてん、あ、いけない。あれ？さあ、いなければ僕が入ります。例によって。やりたがり。最後の枠ですよ。いないね。じゃあ僕が入る。おなしやす。待てと。で。あ、寒い。幼女萌えって書いてある。こういうのあるな。まあ、ここでいい幼女は見てるかな。まあ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 。あ、バカ野郎。コマンドが暴発するっていうのもなんか悲しいなぁ。あ、まずい。今の見えなかったな。いいとこまで行ったんだけどな。あ、レベル2ミューなんか出してないんだけど、まあ仕方ないね。はい、見事な逆転。RF ミューだったんだよ。 RF ミューだったんだよ。なんか前に色変えちゃったんだよね。もうやだ。はい、いなければ僕が入りますいなかったら僕が、あ、いましたね、はい、テンションが上がらんな。
負けるとテンション上がらんな。どこの小学生だよ。負けるとテンション下がるって。何しよう。ビーム、本気攻めは。ふわっとダッシュ当たってしまうが、安い。さあ、高い青ゲージ。ジャンチューがガードして、息が詰まる展開になっているけれど、どうするんだ、サイドモン。どう当てていく技を。今のジャンチュー当たらなかった。ああ、これ当てていく。で、突き起こら、青足して、ジャンチューと。ストーン、回転ストーン、ストーン、ストーン、回転ストーンと。で、もう一回吸って、相手の青ゲージもこっそり奪って、さあ、ジャンチュー当たってしまう。二読みしすぎたか中強から、これ死ぬな。死ぬよね。うん、ちょうど死にましたね。なんつう。何回打ちなる。ダッシュ屈辱。ああ、ジャンキー当たってしまって、屈強から、と仕込みは当たらない。あーっと。ダッシュ弱から投げて、屈中、タッチ中と。ループが入って、ジャンキーを締めて。ジャクロを割り込む。投げじゃねえよ、今のどう見たら投げなんだ。ラッシュ強ですね、すいません。何をどう見たら投げだと思ったんだけど、俺。押し込みが入って、あー、当たってしまって、ジャン強か、ジャン中、ジャン中、スコン、スコン、トイキャスコン、からレベル3のトラックを当てて、勝ったのはルトアさん。あ、3勝だな、今ので。残り時間もわずかです。まだ対戦してない方、ぜひ対戦していってください。もう一回ペアドレス貼ります。と思ったら。113.151.16.119.1800。あ、オメさんが入ってきました。あ、蛍光色の強いカラーを使ってきましたね。目に優しくない。かわいいな雪だ。かわいいな雪か。そうか。そうだな。確かにかわいい。前もその話してたな。あーっと大根当たってしまう。さっきまでのカラーリングの強いか、すげえかわいく見えるな。ちゃんとわーっと緊張当たらない。ちゃんとガードして。階段が通って、ナイジャンキックが IC から、と受け取っている。そしてジャムを食えていない。ジャンチュー、ジャンチュー、キンチュー、ジャンチュー、キョーと。ジャンチュー、キョー。吸って、もう一回。吸って、消火器巻いて、ジャンチュー、下段を見えて、あーっと、プチャーとしか割り込んできた。ビーム、ビーム、ビームと当てて、ジャム食って、ジャム食って、プチチューで対空らしきものをしようと思ったけど、できなかった。ぶつかー、ちょっとずつジャムの量を増やしていってはいるが、あー、プッチューで差し込んでいってビームを当てて、あーっとちょっと1個しか食えなかった。ジャムもう1個食って、さあ8個になるが、ジャンキー当たってしまう。これは死んだくせえな。そうだ、あーっと立ち当たらない。おっと相打ちになる。これは、アキコさん側のが似合いって感じですね。あー、転がるんだ、最初の当たっちまうが、ビームが当たらない。あれ、消火器あら、あー、両者当たってるけど、あーっと裏に回って、ランとって言ったのでドアサマーキコ。ジャム6個の状態。微妙に残った青ゲージも気になるが、ターチ強からジャム食って、ジャム食って8個にする。おわっと食い投げていく。マグロは転がるんだお。ジャンチュー当たって、ジャン強、ジャンチュー、ジャンチュー、ジャン強、ジャンジャクチューと。IC 使って、ちょっとでもダメージを稼ごうと。もう一回吸って、
消火器巻いて、下段見えてる。あーっと、あー、くちこ。立ち強からジャム食って、なえちゃんキックで突っ込んでくる。あー、下段が通って、ビームを当てて、流れは大梅さんにある。立ち強から黒い悪魔、下段が通って、さあ、下段が通って、やられたことはやり返す。中下の2択を迫りつつ、ラウンド取り返しました、大梅さん。最終ラウンドでございます。昇竜拳。これ取って、投げられない。さあ、上をふよふよと動きつつ、当たってしまう。自己ヒットしてしまった。今日から石掛け、中、ジャン中、ジャン強から、弱中強、弱中強。で、もう一回吸って、ジャムの数は多いが、体力はもう全然ない。転がるんだ、おー、ジャム食って、9個。立ち強ヒットが組みから、ビーム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 と。ビームを上げて、中中から、まあ、拾って。ジャン強、受け身がいい。さあ、体力5分になった。あーっと、まだ生きてる。許された。うまく体に注意が入った。あー、その後が良くなかった。しかし、まだ死なない。さあ、リトアさん大ピンチだが、あ、立ち、うおっ。さあ、ジャン強から、さあ、まだ死なないが、残った体力互いにわずか。これ、レベル3了承から、最後の攻めを、RF のナエちゃんキック飛んでいったー。あれ何回いろいろあって。何回いろいろあって、勝ったな、ウルトラさん。何回いろいろあった。あったように見えた。はい。いなければ僕が入ります。いきなり速くなって新しい起動だった。わら。適当に締めようとしすぎた。お互いビビってたね、今。なんだっつって。時が動き出した瞬間になんか、ものすごい変な気味にすっ飛んでった。互いにびっくりしてた今着地した瞬間の2人の焦りようが見えましたね何かいろいろあったな最終戦になるかもしれませんね伊勢さん対ルカワさんです着地より今日もう一回吸って消火器巻いて値段見えてる大根からわー最終の当たってしまう仕込みから追い攻めはあーはーっとジャンジャン当たってしまった仕込み追い攻めはあーさあことごとくこのジャンチューにやられてしまうラウンド2真珠体育、素晴らしい。円柱から投げて、これは青ゲージが溜まるので使っていこうという腹。ビームからびっくりしましたか、レベル1。ビームを当てて、勝った。じゃあ行こう。あー、ジャンチュー当たってしまった。落とした。ジャンチュー、ジャンチュー、事故れよと。いった感じのジャンチュー。ジャン強から、あー、ビーム出したところに前捨てしている。あと、これは仕込みが失敗した。勝った当たって。ジャンチュ。リンゴ取って。ジャンチュ。ジャンチュはリンゴ取ってる。ちょっと、互いにゲージが足りない。あーっと、これになってしまう。くつきょうから石がいて。これはワンチャン、あーっと、落とした。人参ジャンキョウが取れた。あー、ピーナになってしまう。これは黒田さん、ラウンド取り返しましたね。最終ラウンド、最終試合の最終ラウンドになります。
場ガードして、さあ勝った方が本日の覇者本日のゲーセン覇者、最後に勝ってるものがゲーセン覇者。大丈夫、ああ靴が当たって、あーっとジャンチューが裏に回ってしまっていた。ジャンキョウ見事って立ち上げ耐久からしか繋いでいく愛しがて、ジャンチュー、ジャンキョウからジャンチュー、最後の1マサリは1000ポイントだからね、しょうがないね。終了まであと5分、最後の1勝は1億ポイントなんで仕方ないっす。あー隙間ができていた、そのあーバンジキュース、あーぐちゃぐちゃにした。勝ったのはルトワさん、はい、といったところで本日のゲームセンターは終了になりますが、明日はオンライン第2戦の将棋団戦になっております。参加できる方はぜひ参加してください。確認なんて必要なかったんや。いやそうですね、お疲れ様でした。はい、おつでした。長時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。またね、来週もやれたらやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日のゲームセンターはこれにて終了になります。またのご来店を心よりお待ちしております。それではさようなら、バイバーイと。